身長ビヨン。さて本日なんですけども、身長先生の成長シートの使い方、見方について説明させてください。特にね、女の子バージョンでやっていきますので、女子のね方はぜひ必見という形になっていきます。で、今回ですね、このシートですね、皆さん手元に持ってる方も多いと思います。特に身長診断を受けた方はこのシートね送られていると思います。これぜひまず手元の方にご覧ください。それではちょっと手元の画面に移って説明していきたいと思います。はい、こんな感じでね、まあ、A3 で印刷されたものは皆さん手元に届いている、もしくは皆さん身長診断を受けた人にご自身で印刷していただくと、まあ、こういったのがあると思います。で、これ定規とかで見ると分かりやすい。で、例えば、ね、これどういうふうに使うかっていうと、例えば9歳ね、ここね年齢が書いてあるけど、9歳で125センチだとここにマークできるわけですね。で、ここでまずはね、これどうやって使うかっていうと、これ真下に下ろします。こうぐーっと真下に下ろしたところ、153ってことね、ここね153、これがポイント。簡単に言うと、これは9歳0ヶ月 125.0cm だと、その子は平均的に伸びていくと、日本人の平均的に伸びていくと、日本人の平均的な期待値ね、当然153だよってのが分かるようなところになります。残念なんだけど、これよりも伸びない子もいるんだよね、だけどここがぐーぐーって伸びる子もいるってことで、まあ、どっちに行くタイプなのかっていうのは、いろんな情報を見て試していきます。例えばですけど、まあね、骨の年齢、レントゲンの検査とか身長診断でやるんですけど、レントゲンの検査、仮にだけど骨の年齢がすごく進んでると仮定しましょう。11歳、ね、11歳の骨のレントゲンだとすると125センチ。だともうこれよりもこっち側になっちゃうね、こっち側に。そうするとその子は145センチよりも低くなるかもしれないとか、そんなことが分かるってことですね。一方でなんだけど、レントゲンの検査をして骨のレントゲンで若かったとしましょう。例えばじゃあ8歳だというふうに仮定しましょうかね。8歳だと125だとここに該当してくるので、そういった子っていうのはもしかしたら158とか159とかになるかもしれないとか、そういったことが分かるようなところなので、まあ、こういった平均的な期待値と、あと検査の結果とか踏まえて、上振れするのかなとか下振れするのかなと予測するのは、この成長シートの使い方になります。参考になりましたでしょうか。今後もですね、全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長が欲しい人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。